皆さんこんにちは、大地です。ビデオを見てて、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、最近また少しダイエットをしてまして、この2週間で3キロぐらい落ちましたかね。はい。でダイエットすること自体はね、決めてしまえば難しいことじゃないんですね。大切なのはいつも言ってるように毎日記録を取ることで、記録を取りながらでいろんなことを試してみることですね。今は全然無理してないです。無理をすると後でたたるので、だから、少しね、週に1回か2回か、筋トレをして、で少し歩いたりとか、する時間も増やして、であとは食事ですよね。でももうこれ無理すると、必ずリバウンドするというか、無理がたたるように体はできてますから。でやっぱりね、だんだんこう年も重ねていくと無理が効かなくもなりますんで、だから食事もめちゃくちゃカットしたりはしませんけれども、少しだけ糖質減らしてみたりとか、食べる時間を前倒ししてみたりとか、夕食と朝食の時間をしっかり空けてみたりとかね。でまあこういうことを、していく中で、何がこう自分の体重に影響あるのかなとかね、体調に影響あるのかなを観察して、で仮説をこうつけていくわけですね。でまあそうすると、いきなり減りはしませんけれども、やっぱりだんだんこの傾向線としては下がっていく。いいものですね。やっぱり毎日何かやると決めて、でやりながらその成果を実感したりとかっていうのは、こうなんか心に張りが出てきたり、自信が出てくる。そうなんですね。習慣術の大家でね、何冊も本書かれてる、まあ、コーチの仲間でもありますけど、三浦翔馬さんなんかはね、習慣というのはこのもちろんいい習慣を持てば人生変わるけど、それだけじゃなくて、この自分の、自分自身を律していくね、そういう手段でもあると。だから習慣によってこの自分自身がより統制が効いたりとか、コントロールができたりとか、だから目標に向かって生きていけるとかね。でやらない方がいいことはやらなくていいような、この人間になれる。でそうやって自分を育てていく手段なんだとおっしゃってますけど、まあ本当にそうだなというふうに思います。先日の北見の講演会の後でもですね、カウンセラーの先生なんだけれども、ダイエット指導もやってるという方とお話をさせてもらって、すごく面白かった。まあみんなね、そのカウンセリング受けに来る人全員に、全員もちろんダイエットが有効なわけじゃないけど、まあある状態の人とかに関してはね、ダイエットいいんだと思います。だってやっぱりしていくとね、だんだんこう自分で自分のことをコントロールしていけるとかね、それからまあ細かくその体重上下することはあるけれども、それに一喜一憂せずに、なんか中期的にチャレンジして、で結果を出せるとかね。でやっぱり自分にこう、もう見た目も変わるし、体の軽さも変わるから、で自信がついてくるとかっていうことで、すごくこのセラピー的な効果もあるっていうふうにね、思います。でまあ別にこれはダイエットしましょうってビデオではないんですけれども、何かやっぱり新しい習慣、体のためになる習慣を続けて、でこのね、効力感ですよね、やれるっていう感じと、そしてそれが自分を幸せ、いい状態にしてくれるという実感を持てると、ますますいろんなことやりたくなるんじゃないかなということです。年内ぐらいはいろいろと続けてみますんで、まあ変化を見守っててみてください。それでは参考まで。